スイングを変えるとき、改造するときなど、どのようにしたらいいのか分かりませんというご質問。スイングを変えるときに、まず必要な、練習というか考え方としては、動作をあまり速くしないということです。普通のフルショットのようなスピードでこう振っていると、クラブのヘッドの動きなどが、なかなか自分がスピードを出せば出すほど、クラブの動きっていうのはこう、自分のイメージしたところより離れたような状態で、必ずしも一致して動いているとは限りません。ですからなるべくコントロールの範囲の中で、ゆっくりした動作の中でなるべくスイングをしているようなイメージで打っていただくと、自分の気をつけたい動きだったり注意したいポイントがより明確に判断できたのかできないのかが判断できると思います。しかしこうスピードが速い中で何かができているのか、それともできていると思っても実は違う動きで体が覚えてしまったりしてしまいますので、スイングを作るときはすごくゆっくりというわけではないですが、余裕のあるスピード感でまずは動きを作ってあげるということが大切になりますので、そこをまず注意して練習をしてみてください。